セリガ谷公園は東京都町田市にある町田市立の都市公園。園内の南側に町田市立国際版画美術館がある。1982年に公園西側の第1期部分が開園。その後は公園東側の拡張整備を行い、1991年に公園東側の第2期部分が開園した。2001年には 公園東側にあった日溜り層周辺の一部を含めた部分に公園区域を拡大。さらに2018年10月からは公園北側で拡張工事が進められ、2019年10月にセリが谷公園グラウンドと冒険遊び場前駐車場が先行をオープンし、2020年3月には同拡張区域が全面開園した。公園は 町田駅からほど近いところに位置し、北側では小田急小田原線と面している。敷地は原町殿のほか、南大屋、高が坂が入り組んでいる。毎年桜の開花時期には町田、桜祭りが行われるほか、毎年10月にはやぶさめ、法術演舞などを披露する町田時代祭りが開催される。虹と蜜の広場にはステンレスで作られた。 高さ16メートルの彫刻噴水シーソーが設置されており、時間によって定期的に支中の噴水から水が出る仕組みで、水の重みでシーソーが動くよう設計されている。このほか、園内にはマイスカイホール88から4、開かれた宇宙、時をこしといったモニュメントが設置されている。2020年8月から市の式プロモーションの一環として、 東京都内で初めてポケットモンスターのキャラクターがデザインがされたマンホールの蓋、ポケフタが園内各所に設置された。町田市立国際版画美術館年中無休だが時期によって開園時間が異なる。入園料無料。ありがとうございます。